シェーン・グリーンは、アメリカ合衆国フロリダ州レーク軍、クレアモント出身のプロ野球選手、ロサンゼルスドジャース所属、ウトウミギウチ。愛称は、グリーニー、シェーナー。グリーンとフランシスコ・セルベリとデレクジーター2009年の MLB ドラフト15巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、6月16日に契約。契約後、参加のルーキー級、 ガルフコーストリーグヤンキースでプロデビュー。13試合に登板して1勝2敗、防御率5.87、20奪三振を記録した。2010年はまず A-9 スタテンアイランドヤンキースでプレーし、10試合に先発登板して2勝6敗、防御率4.59、44奪三振を記録した。8月に A 級チャールストンリバードックスへ昇格。 4試合に先発登板して0勝2敗、防御率4.58、22奪三振を記録した。2011年は A 級チャールストンでプレーし、27試合に先発登板して5勝14敗、防御率4.37、128奪三振を記録した。2012年は A 級ンパイヤンキースでプレーし、24試合に登板して4勝7敗、 防御率5.22、101奪三振を記録した。2013年は A 級短波でプレー後6月に AA 級トレントンサンダーに昇格した。AA 級トレントンでは14試合に登板して8勝4敗、防御率3.18、68奪三振を記録した。オフの11月20日にヤンキースとメジャー契約を結び40人枠入りを 果たした。2014年3月21日に、ヤンキースのマイナーリーグピッチャーオブザイヤーにあたる、2013年度のケビン・ローン・アワードを受賞した。3月28日に、トリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリレールライダースへ移動。開幕後の4月9日にメジャーへ昇格したが、登板のないまま4月14日に、トリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリへ降格した。 4月24日にメジャーへ再昇格し、同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。7回裏から登板したが、1死しか取れず、3安打3失点3死球で降板。4月26日に再びトリプル A 級、スクラントンウィルクスバリーへ降格した。7月7日に再昇格し、同日のクリーブランドインディアンス戦で先発起用され、6回を4安打2失点に抑え。 メジャー初勝利を挙げた。その後は、先発陣が故障で、次々と離脱したため、先発ローテーションに定着した。この年メジャーでは15試合に登板して5勝4敗、防御率3.78、81奪三振を記録した。2014年12月5日に、アリゾナダイヤモンドバックスを含んだ三角トレードで、デトロイトタイガースへ移籍した。 2015年は先発ローテーションの一角として16試合に先発登板したほか2試合でリリーフ登板もした。しかし83.2インニングでホームランを12本許し防御率6.88と打ち込まれてシーズンを終えた。2016年はリリーフに転向し50試合中先発で投げたのは3試合だけだった。防御率5.82。 5勝4敗にセーブという成績に終わり、2年連続で打ち込まれた印象があるが、ホイップは1.33まで改善され、フィップでも自己ベストの3.13をマークするなど、投球内容自体は改善した感もある。2017年は、リリーフに固定されて、チームトップの71試合に登板。シーズン後半は、クローザーも務め4勝3敗9セーブ。 防御率2.66を記録、リリーフ投手として大きく飛躍したシーズンとなった。2019年7月31日に、ジョー・イウェンツ、トラビス・デメリットとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。アローディス・ビスカイの A.J. ミンター、ルーク・ジャクソンらが担っていたクローザーの役割を任せるために獲得された。ただ移籍後は、抑えで苦しんだため、 監督のブライアン・スニッカーは8月9日に役割から外し代わりにマーク・マランソンを配置した2020年はシーズン開幕を前に年俸調停があり年俸は625万ドルに決まったオフの10月28日にフリーエージェントとなった2021年はシーズンが開幕してからも所属先が決まらなかったが5月9日にブレーブスと 単年150万ドルという条件で再契約した。8月10日に DF となり、8月14日に FA となった。2021年8月20日にロサンゼルスドジャースとメジャー契約を結んだ。ありがとうございます。